皆さん、こんにちは。おはようございます。ネアメの金田です。定年でも続ける、職業を言います。アンティーチョークのカフェのオーナーもいいと思います。サイドビジネスもいいかと思います。地域の観光ガイドもいいですね。観光ガイド。はい。面白いですね。はい。あとはファッション YouTuber もありかもしれません。ベテランでも。はい。あとはベビーシッター。あとはまあ、キャリアサポーターとスナックのママもすごいです。俳優のエキストラもありかもしれません。竹細工職人、あとはまあ家具店のアルバイトもすごいですし、シェアハウスの運営さんも面白いです。マクドナルドのモスのクルチニアクルーもいいかと知りません。はい。あとはコンビニ店員、あとはライターアフィリエイト、はい。日本語教師もありです。はい。あと顧問、通訳、講師コーチング、インストラクター、キャリアコンサルタント、あとはタクシードライバー有名ですね。清掃スタッフも有名ですね。はい。マンション管理人、警備員、家事代行、調理補助、あとは構成、小論文添削、翻訳業、消費者生活アドバイザー、作業カウンセラー、あとはペットシッター、葉っぱビジネス、はい。駐車監視員、保育補助員、植木、増殖、園芸業、酪農、ビール整備管理、デパート広告などの監視員、ネットショップの発送代行、クレーム代行、ライブ配信監視、はい。あとはまあ、放置自動、自転車管理、はい。墓参り代行、観光総裁の代理人、リスニングスタッフ、高齢者のアップ確認デブは、はい。自動自販売機設置場所探し、あとはまあ、工場などでの計作業、プラモデルやジグソーパズルの制作代行、介護スタッフ、ホームヘルパー、お遍路代行、あとは、ロード管理もおすすめです。以上です。バイバイ。